新入社員の俺の教育係に任命された神奈川先輩は、せっかく綺麗なのに厳しい、怖い、残念と会社内では散々な評価。でも俺は知ってる。先輩は少しきつめの人だけど、とっても優しい人だ。 SNS で話題の大注目作、不器用な年上上司と新入社員のどぎまぎオフィスラブコメ。不器用は心の金銭に触れる才能だ。不器用な先輩、コミックス好評発売中。ヤングガンガンで連載中。